ちの人なんでしょう。とりあえず生徒会長のところに行こう。そうだな。生徒会長、クレアさんに、それに皆さん、ご無事だったんですのね。なんとかぜ。それはもしかして。はい。幸いなことに無事だったのはここにいる人たちだけですわ。なるほどね。これふにゃ、そ、今ジル教授に。ほほ、本当ですよ。もう先生、お帰りなさいませ。それと理由は分かりません。モノリス、あの人間がも、なるほど。そうなるとあの魔物は、他のモノリスは転用の扉と言って、ほほ、モノリスの中に人が入っておるのはですね。あとは中の人の魔力の、しかしそうなる、いや近畿に類する闇魔、あんまりですが、はい。簡単に説明しますと、コアモノリスがあの魔物のいる世界ですので。各位かけますわ。軍令努力せよ。人間が取り込まれた小さなモノリスは、その魔物たちを、モノリスがある限り、あの魔物たちはある。そしてコアモノリスの、コアモノリス、あの魔物たち、な、それってつ、ピンポーン。おそらくは。なるほどな。時計塔に。そうなるとあとまたピアノ。コアモノリスって物理攻撃も魔法も無効化する特殊な鉱石で作ら。ねえ、最初からグレア先輩が本気を出せばこんなことに。そう、いい戦い、力を使っていれば。あグレアさん、ちょっとあんたたち、なんでそんなこと。皆さん何勝手なことをおっしゃって。そんなタラレバの話をしたところで、今のこの状況は何も変わりま、今はそんな絵空事よりも、いかにこの状、あの、私、私も行く。皆さん、先ほど皆さんと話していたグレアさんの表情、どうか。私が、このバッ、言ってない。いや、そういえば聞いた、この聞いた聞いた、いや、では、この勝利を。ごめん、あなたのそばにいるの怖い。あなたとは友達になりたくないの。もうあんな風に言われても、あ、グレアさんを探してたんです。その見つけました。その昔の自分を見ている。私、グレアさんの、私と同じようなこと。あんと同じ。
グレアさん？うん、なんでもない。それでも分かったよ。ねえ、ルリアさん、ルリアさんは？どうって、すごい力だとしか。あの黒い敵、あの力が。え？私の竜の力はね。それに特殊な、うん、魔力、この力を。たくさんのものを壊し、その後マリアさん、だからみんなの私を見る目が変わる。もう初めから本当大切な人を傷されて。思った通りだよ。誰かを傷つけたくなくて。でもルリオ、実は私も。これが私の人とは違う力。私はこの力を持ってるせいで帝国に捕まる。そしてさっきの生徒さんたち、その後いろいろあって、その時に大きな事故があって。ですから、ぐっ、そっか。ねえ、はい、ルリアさんは力を使う。ヒーの目で、うん、怖くない。嘘になります。でも大切な人たちが傷つくのを見る方が。だから私はこの力を使うんです。大切な人たち、そうだね。あん、うん、困っている、そんな人。うん、はい。ったく、こ、心配してた。ごめんなさい。もしかして、はい、そうなんだ。気にすんなって。それ、うん、あ、それじゃあ教室に戻りましょう。生徒か、だから、ハンナ。皆さん、ごめんなさい。そんなの気にしなくて。わ、それよりも大丈夫だよ。なら、うん、君たちが。いえいえ、大丈夫そうでよかったです。それで生徒会長、木に関して話がしたいって聞いた。最後に。ええ、そうでしたよ。そうすれば、まさにいい。ねえ生徒会長、私が竜の力を使って墓。グレアさんは、うん、私も大切なものを。だから、わかりました。コアモノリスを壊せるのは、うん、団長さんたちはコアモノリス、その、はい、久々の戦場よ。こっち、今目的地に向かっているわ。了解。ハンナの言うと、もう、いや、その程度で私を止めて。しない主義なの。
邪魔。前も思ったけど、すごい力よね。あ、でもすんげえ頼りになるぜ。やっちまえ。ありがとう。よかったですね、クレアさん。うん、どうやら生徒会長の姉ちゃんたちの方も動き出したみてえだな。うん、私たちも時計塔に急ごう。ここが時計塔？うん、この扉の先にコアモノリスがあるはず。みんな警戒して。まさに獣のごときは。言葉が通じるなら答えて。原初にして根源、汚れなき真なる世界姿へ返す。世界を学び、理由なぞなし。進む。そこにいる者たちが言葉により外れし、下法を駆使し。この人たちが。故に我らは物が地球を果たす。そして空の世界のすべ。ご指示をお待ちしております。させない。マナ、ワヌシらが世界をあるべき姿へ返す。なすべきは天の頂への到達。酔いしれろ。 Are you ready? 槍の力見せてあげる。